ちはるチャンネル。こんにちは、こんばんは、夢のちはるです。皆さんの中で自分の声を他人の声に変えられたらいいなと思ったことはありませんか？僕は自分の声にコンプレックスを長年抱えておりまして、もっと性別と年相応の声になりたいなと思っております。というのも僕今年で31歳のおじさんなんですよね。31歳にもなってこの声なんですよ。喋り方もこんな感じですし、結構下に見られたりしますので、本当もっと男らしい声になれたらいいなとずっと夢見ております。そんな中、ドワンゴメディアビレッジ様より自分の声を100人の声に変換できるシステムが開発されました。イエーイ。まだ試験段階中みたいなんで、リアルタイム性だったりとか笑い声だったりとかうまく変換できないところもあるそうですけども、自分の声を他人の声に変換するといった面ではすでに実現されておりますので、今回はこの AI ボイスチェンジャーのセイレンボイスを使って実際に僕の声を100人の声に変換してみたいと思います。で、まずセイレンボイスの使い方ですが、録音ボタンを押していただき自分の声を録音します。誰の声でも100人の声に変えられる声変換システム。パソコン版 Google Chrome の場合はテキスト入力欄に自動的に音声入力されているかと思いますが、スマートフォンで録音された場合音声入力されない場合がございます。その際は録音した音声の言葉を手動で入力してください。再生ボタンを押しますと、どのように声が録音されているのか確認することができます。次に声選択でプリセット、ランダム、自由選択から一度に最大8人の声に変換することができます。声選択が終わりましたら変換開始ボタンを押します。そうしますと解析が始まりますので、動画が出力されるまでしばらく待ちます。変換が完了しましたら音声付きの動画が再生またはダウンロードすることができます。セイレンボイスの使い方は以上となります。それでは実際に僕の声を100人の声にあらかじめ変換した音声をこれから流します。尺が7分46秒ありますし、最後まで聞いていただいても動画自体はここで終わっておりますので、お時間がある方だけ変換された僕の声聞いていただければ幸いでございます。それでは流します。誰の声でも100人の声に変えられる声変換システム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 。
誰の声でも100人の声に変えられる声変換システム。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 
誰の声でも100人の声に変えられる声変換システム。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